とか守ってますね。滋賀2秒しかありません。じゃあちゃんとシュート先に24秒でした。あ、得点の投入渋谷です。ロングパス、ここからパスを交換して左利きのブラスを止める。スティールを狙っているベンドラメ。小本はスティールが多いチームです。そして早めに打ってきたデカジョーンズ。彼はもう小葉、渋谷スティール成功。さらに上返す杉浦、そして持っているテーブス。じゃあ N1 気持ちいいですね。スモールフォワードの選手なんですけどね、はい、ファルなし、ダメだ。コーナーパスの交換から今度は左45度だ、ラベナー。ここも杉浦最高のヘルプでした。上から打ったスリーポイント、今度はテンプ。そしてマーティンにブバというスタートの5人。速いパスからそしてマーティン右45度、デクワン・ジョーンズ3、まだ来ない。ちょっとこの後半どうか、ラベナのスリーポイント、ラベナは決めてくる。いやラベナにはこのスランプはありません。ミスマッチ、デクワン・ジョーンズ、クリビン・マーティン、そしてトップの位置から今度はテーブス海のスリーポイント。さあテーブスに戻して、テーブスもちろん広く見ています。ここはピックアンドロールを使いました。自ら打つという選択をしました。テーブス、ここは自ら打って正解。あそこのスリーポイント打つ度胸がすごいです。ドライブ、森ザネ、あそのパスを読んでた、キャッチ、走りたいですね。そして長いパスとはブバ、一人ついていますが抜けなし。森ザネ、あそのパスを読んでた、キャッチ、走りたいですね。そして長いパスとはブバ、一人ついていますが抜けなし。ここからテーブスアタックする。あ、今日は得点も伸ばしてくる。ここでテーブスが集約した今のレイアップでした。グッパー、そしてまたテーブス連続得点。素晴らしいです。いや、このサイズでリバウンドとのダブルダブルはすごいですよ。そうですよね、183センチですからね、はいはい、それでリバウンドを取るという。さあこれはどうだ、これも決めてくるデフランジョーンズ。カリノはコーナーにゆっくりと歩いていきますが、ここはブバを呼びました。テーブス、ブバとのピックアンドロール剥がしてステップを踏みながらこのシュート。ブバに入った、ブバ決めます。